ハインツ・シュミットはドイツの軍人。最終階級は空軍大尉。第二次世界大戦では総出撃回数712回、総撃墜数173機を記録したエースパイロットであり、その選考から白楊付騎士鉄十字章を受章した。1920年4月20日、バイマル共和国バート・ホンブルク・フォア・デ・アヘーエに生まれた。シュミットは1938年11月10日にドイツ国防軍空軍へ入隊した。基礎訓練終了後の1940年7月、最終的な要請のため東部予備戦闘飛行隊、第2飛行隊に配属された。1ヶ月後の1940年8月12日、シュミットはドイツ空軍第52戦闘航空団、第2飛行隊、第4中隊に配属された。その時の第4中隊は、中隊長、ヨハネス・シュタインホフ指揮下で、バトル・オブ・ブリテンに赴いており、彼も参戦した。その後、短期間、JG52 第2飛行隊、第5中隊の中隊長代理を務めた後、再び第4中隊へ復帰し、1941年4月1日に、軍曹へ昇進した。シュミットの部隊は、バトル・オブ・ブリテンが終結するまで勝利を挙げないまま、1941年6月から勃発した独ソ戦へ参戦した。しかし彼はその後すぐにソ連の爆撃機Il-4を撃墜し、初の勝利を記録した。8月12日、彼はソ連領内約 70km の地点に不時着してしまった。彼はソ連側の捕虜に取られることを避けるため、6日を費やしてソ連から逃げ、無事ドイツ本国へと帰還している。8月27日、総長へ昇進。11月までに15機の撃墜を記録した。シュミットの記録は、1942年に入ってから爆発的に伸びている。2月1日、少尉となった彼は、約2ヶ月間、再び JG52 第2飛行隊、第5中隊中隊長に就任した。8月1日に、中尉へ昇進した彼はスターリングラード上空で激しい航空戦を展開。8月23日に通算51機撃墜の選考により騎士鉄十字章を受章した。そのわずか3週間後までに彼は総撃墜数を約2倍の100機以上に増加させ、9月16日に白楊付騎士鉄十字章も受章した。しばらく部隊を離れた後、11月頃に今度は JG52 第2飛行隊、第6中隊へと配属された。1943年1月7日には、総撃墜数125機を記録。その後、2月中旬にソ連軍によってシュミットは撃墜される。しかし、彼は十分な装備もないままに2日間かけ凍結したアゾフ海を横断し、無事帰還を果たした。1943年5月25日に独ソ戦へ復帰。その後も記録を伸ばすが、9月5日に行方不明となった。彼が最後に登場していたメッサーシュミット BF109G、6イエロー7は同じ空域で共に戦闘をしていたハンガリー軍に誤って撃墜された可能性があるとされている。最終的に彼は総出撃回数712回。総撃墜数173機を記録した。死後大尉へ昇進。1943年11月1日に追贈されたとも、The Picture Posted of His ID Documentation at Auf Himmels House Indicates the German Cross in Gold was awarded on 20 August 1942 According to Shelter on 15 September 1942ホイール 2004P84、ホイール 2004、ピコグラム、99、ホイール 2004、P99、AB トーマス 1998、P269、パッツィウォール&シェルツァー 2001、P413、ハインツ・シュミット。アウフ・ヒンメルズ・ハウセ、2011年8月11日、閲覧。AB シェルツァー 2007、P670、フェルギーブル2000。P381、フェルギーブル2000、P61。ありがとうございます。